何ブースティングって。よっちゃんがブースティングしてた。よっちゃんが、助けたってこと？何その仮想の戦い。よっちゃんがルーキーリーグのやつだってこと？よっちゃんがスコア600出すやつとデュオしてブロンズ2まで上げてた。もうブロンズ2ぐらい自分でいけよ。ブースティング疑惑のキシリトールってやつの戦績。平均 ADR、ちょっとごめん、ADR がわかんないけど220、KD2.3、スコア350。極めつけは43キル9のジェットで無事バックキャリー、ブースティングやね。しかもデスまでキャリア埋めて隠蔽しようとしてた。ね、あいつバカなんだから乗すんじゃねえよ。なあ。悪質じゃん。なんでそのすんの？ちゃんと罪の意識があるじゃん。うまいやつとやる分にはポイントもらえないからいいんだけど、うまいやつが低ランクの赤でやるとブースで、まあ、サブ赤でみたいな。ブロンズ2までブースティングされたとか初めて聞いた。なんか俺も攻めずれめちゃくちゃ叩いてやろうかなと思ったんだけど、おい、どこまで上げたんだ？ブロンズ2だよって言ったら、まあそうか、ブロンズ2かってなっちゃった、今、俺も。証拠クソあるんだ、おい、証拠見ようぜ。証拠見ようぜ、俺がとどめさすわ。よっちゃんブースティング疑惑が浮上した理由、1日前の配信ではアイアン隊だった。あいつなり実力でアイアンまで落ちた。なんでやればやるほど下手になってんの？もうステロイドに手出したってことでしょ。闇落ちしたってことでしょ。ヨッチングブースティング、ヨッチブースティング疑惑まとめ。ヨッチが数ヶ月前に配信を数日休んだ際、裏で怒涛の連勝したと、やめ上がりの配信にて報告。その時視聴者はヨッチが勝ててないのはスナイプのせいだったかと盛り上がった。しかし、同タイミングで公開していたトラッカーを非公開にしていた。本日の配信を開始した際に昨日のブロンズ1から RP100 ほど持ってブロンズ2になっていた。ここで数名の視聴者が異変を感じ始める。さらにキャリアを表示すると、一覧すべてがデスマの欄で、結果で埋まっていた、0キル、6キルなどの結果があり、ブーストした試合結果を隠している疑惑も浮上している。いや、だからもっとさ、革新的な情報、ちょうだいよ。俺、バロランドの警察だから、もう友人でも許さないよ。ブースティング相手のトラッカーちょっと見せてくれよ。俺が判断するよ、じゃあ。俺が、俺がバロ警視総監だから、バロランと警視総監純一っていう肩書きもあるのね。バロ部の部長兼警視総監。なのね。てかお前がキャリア見る、いやいや、キャリア見てもだってそのみんなからの情報しか手に入れられないでしょ。みんなも見れんじゃないの？トラッカーはだって俺も見れないよ。コンペで絞ってみろ。あ、いいね。おい、逃げれると思ってんのか。バロ警視総監純一から逃げれると思ってんのか、おい。俺、警視総監やだぞ。本当だ、本当だ。本当だ。まあでも、試合内容は別におかしくなさそうだね。だってこんな別に俺でもあるじゃん。圧倒的すぎる。スコア見た方がいい。こいつか。こいつが怪しいってこと？キシリトール。まあでもシルバー帯だったら300か。あ、でも全然いないよ。これ今日か。しいな、こいつな。480。まあ、1試合だったら許すわ。
5試合やったってこと？じゃあ何がむぜえってさ、ヨッチのスコアも悪くねえからうぜえわ。ねえ。ってこれ一番微妙な、多分こいつに引っ張られてると思うんだけど、これ2キル15ですとかで勝ってさ、やってんだったらさ、いやでもこれはおかしいでしょ。8月4日に43じゃないけど、8月4日の分は見れないもん。13対7の平分の試合見て、13対7。これか。ん？これ？俺逮捕しに行くからね。マジで。え、デュエリスト、113キル29ですってこと？逮捕です。逮捕です。逮捕です。確保です。バロブに逮捕者が出てしまいました。皆さん。8月4日ね。OK。どうやって見ればいいの？5月15。あ、5月これか。43キロ級です。やってるメンバーの中に、よっちゃんっていう名前があったら、逮捕しに行きます。逮捕です。まずは副部長に報告するわ。あいつだから他の話してるか。いや、これツイートするわ、俺。よっちゃんにリプ送るわ。これどういうことでこれどういうことですかって。よっちゃん電話するわ。普通に。尋問するわ。もしもし。もしもし。俺配信中だぜ、よっちゃん今。うわ。おめえやったな、おめえな、おい。おめえやっただろ、おい。おめえスマーフしただろ、おい。してねえぞ。ほんと信じていい？ああ、いいよ。もうキシリトール。俺がしてねえって言ったらしてねえぜ。視聴者に言ってる通り、してねえって言ったらしてねえ。な何回100万回言っても聞かねえから、おうめんどくせえからやめた。で、これ誰キシリトールって。これサブアカじゃねえ。サブアカじゃねえ。俺の、じゃあ言うけど、俺の友達で、多分おめえの配信とかでも出た、イモータルの人とかいっぱいいるじゃん。あれ、本当にガチの友達なのよ。で、その友達の中の、あの同じぐらいのランク帯のおうその友達の友達みたいな。あ、じゃあなんか久々にやったみたいな感じ。仲間内なのね。仲間内なのね。あ、久々にやった。サブアカじゃないんだ。サブアカで仲間内のやつだからあんまり見せたくもないし、うだから俺トラッカー隠したし、うなんか邪推みたいなのがすげえからめんくさくて。じゃあこれサブアカスマーフじゃないってことでしょ。サブアカじゃねえよマジで。本アカなんだこれは。じゃあ、たまにそういうのあるじゃん。なんかその本垢でさ、久々にやったから、そのランク帯ではすごい強いみたいな。まあ、俺もさ、おめえがさ、ブロンズ帯でさ、そんなスマーフするとは思ってないんだけどさ、あまりにも。いや、だからなんか、その、下げらんとかしてるわけじゃないでしょ。下げらんとかそういうのはしてない。まあそうだよな、多分な。そう、プライベートで普通にそういうなんか、シルバー帯とかさ、ゴールドのやつとか、俺がフルパでやってる友達とかってマジでうまいの。あ、まあそうだね。俺が本当にゴミみたいな感じの。で、その中で、そのシルバーとかゴールドでも、マジでなんだろうな、その、まあ正直レベルが高すぎて、うん。なんか、そうだ、なんか、なんだろう、なんだこれ、言いづれみたいな感じで、なんかプライベートみたいな感じだから。おやちゃん、でも、あれだぞ、俺はさ、こういうとき、白黒はっきりつけた方がおめえのためにもなるから言うけどさ、こいつプレイ時間5時間だぞ、おい。おい、お前サブアカだろ、これ。早めに謝った方がいいぞ、もしあれだったら。え、プレイ時間5時間ってどういうこと？え、このアカウント、プレイ時間5時間って書いてあるぞ。プレイ時間5時間？うん。そう、俺わかんねえよ、俺。本当に、お前じゃあ、お前本当なんだよ、お信じっかんだ。俺じゃあおめえのことかばうけど、これでおめえが嘘と言ってたら、俺もバロランとできなくなるからね。
じゃ本当に。え、だから俺はお前がやってない。これおめえと32年の付き合いで、おめえがいや本当にやってねえって言うってことは、俺は絶対やってないっていう側について、俺バラ規約違反じゃねえや。やってねえって俺もできなくなるからね。いやだろ。おい。わかった、わかった、いいよ。わかった、じゃあ、もうこれ以上は聞か、俺、これ以上聞かねえよ、俺は、おめえに。うん、じゃあな。バカ、待って。ん？バカ、待って。どうした？ブースティングじゃな。おう、よちゃん、よちゃん、聞いて。おめえに悪意がなかったことは俺が一番わかってるから、友達でやってな。だから今のうちに謝っとけ、すぐ。うん、それが一番いい。うん。素直が一番いい。おめえのいいとこは素直なとこだから、よちゃん。おめえのことわかってるから、俺。そうやな。うん。すぐ謝っとけ。はい。わかった。はい。よし、わかった。ね。悪い子じゃないのね。じゃあ、これマジで一個だけ、じゃあ、あいつがやったこと悪いことだけど、一個だけかばわせ。あいつマジで悪いやつじゃないの。頭が悪いの。頭が悪いの。そこだけはみんなわかって。悪いやつじゃねえの。頭が悪いの。それだけは本当に、一個だけ俺に、頭が悪いな、わかる。ちょっと、謹慎させて。謹慎させよ。そのブロンズ体なんでブロンズ体でブースティングしてんの？それだったらお前もサブアカでやってなんか楽しめよ。バレねえんだから。なんでバレるようにやんの？ランク上げたいから。いや、上がるだろ、さすがに。ブロンズ1から2までは上がるでしょ。ねえ、上がるでしょ、上がるでしょ。なんでさ、そんな、別にさ、友達とやりてってあるじゃん、正直ぶっちゃけ。ねえ、サブアカ使っちゃったのかなみたいなさ。配信者ってそれができないから、サブアカでなんか、まあ、せめてアンレとかさ、劣等感があるのかな。ブスティングやなーって言ってたよ。ついに逮捕者が出ました、皆さん。ただ、うちの施設では、その構成もちゃんと、見届けるんで。ランクがでもさ、かわいそうじゃん。ブロンズ帯のやつなんてさ、ゴールドとかプラチナいたら絶対勝てないんだから。わかる？自分たち、俺も嫌だもん。シルバー帯とかゴールド帯でさ、ダイエ帯とかでさ、なんか、明らかにサブアカだろうみたいなの来るとさ、無理じゃん。一番その気持ちが分かってるよっちゃんがやっちゃダメよ。勝てないんだから。絶対。謝罪ミラーするか、じゃあ。どんどん釣らして。よっちゃん、ブースティングしてたのか。あ、ちゃんと、よっちゃん、ついちゃんと悪いことし始めた。もう、ステロイドをし始めたんだ。バカ、バカだからすぐバレるくせに。これちゃんとニュースで、取り上げといてね。バルブから、いいニュースばっかり流してるとよくないから、ついに逮捕者が出ましたって。しかも俺も一緒に叩かれるんで、やっぱ、一応ね、名ばかりの部長としてやらせてもらってるんで、ストリーマーニュースにちょっと取り上げてください。ついに、悲しいお知らせですって。悲しいけど、出てしまったんで。出てしまったものは出てしまったんで。なんか友達の謝罪会見見るの楽しみだな。聞くわ。ゲームを一緒にやるっていう気持ちだけが普通にあって、まあな、本当そうだろよ、多分。だったらそうだよね。おめえさん方が言う通り、アンレやれよ。まあでも気持ちはわかるけど。なんだっけ、スイフトやれよ。だったってことだよね。笑っちゃいけねえけど。コンペやったってことが
罪です。ちげえてめえ、まずお前俺に嘘ついたの謝れお前。おいお前なんならちょっと逆切れしてただろ俺に。お前あれで俺が見捨ててたらお前炎上してたぞお前。本当にコンペやったのは本当にすいません。なあ俺にまで逆切れしてきやがってよ。申し訳ございませんでした。マジでおめえらに今言われた通りだわ。アンレとスイフトだろ。なんで39歳でガチブースティングして裏でブロンズ1から2まで上げてさ、こんな泣きべそがいで謝罪安心してんの。俺責任取るわ俺も。だ友達とやってるっていう。二人で頭丸めよ、よっちゃん。俺も半分受けようよ。申し訳ございませんでした。ブロンズ1から2までブースティングしたっていうのはちょっとよっちゃんらしくて面白くはあるんだけどさ。なんだけこいつまたやるぞ、やんねえよ。一回じゃあ友達のマジでよっちゃんと30年の付き合いだからわかるけど、本当にランク上げようとして多分やったわけじゃないの。マジでこれバカなの。マジで一緒にやりたかっただけだと思うね。マジで本当そうだよ。めちゃくちゃそんなわけないじゃんってみんな思うでしょ。よっちゃんって本当にバカなの。それはマジで切れるわ。もしもし。もしもし。おい、配信中だぞ。ああ、配信してるわ。おう。ああ、配信してるわ。明日は、ちょっと、ご迷惑をおかけするんで、うん。辞退します。わかった。じゃあ、しばらくちょっと、謹慎してくれ。ああ。おう。あと、ヨちゃん、俺に嘘ついたことを謝ってくれ、今。ああ。そしたら俺も、俺とおめえの絆をまた、戻せるからさ。ごめんね。マジで。おう、わかった。なんか、ごめん、俺も責めちゃって。もう二度と嘘つかねえてくれな、俺に。せめてね。うん。でもよかっただろ、すっきりしただろ、言って。ちょっと。あ、そうやな。うん。すっきりしたでしょ、本当のこと言って。うん。そうやな。お前だが、ブースティングしちゃった？じゃあ。いや、よっちゃん、聞いちゃう。真実だけ教えてくれ。ブースティングした、ブースティングした。ブースティングした、やっぱり。あげたかった。うん。じゃあ、待って。ただ、うん、俺の、うん。じゃあ、関係ねえけど、結局俺よりランクが上のやつは同じだけど、本当の、なんかやべえやつじゃないぞ。いや、じゃあ、チーター、チーターとかじゃないってことでしょ？そうそうそう、うん、そういうイモータルとかレディアントとかそういう人じゃないで。まあ、じゃあ、相手の元のランクも全部今話してくれ。相手のランクはいくつ？本当は。俺調べるからな、よっちゃん。本当のこと言ってくれ。本当のこと言ってくれ。じゃあ、まあ、これは。本当のこと言ってくれ、マジで。配信中でか。いや、だってもうこんなバレてんだからさ。じゃあ相手の個人情報じゃなくてランクはいいじゃん、別に。ああ、そういうことか。だってあれサブアカでしょ？うん、そうそう。サブアカ。俺の、そう。で、二人でやるのにアカウントがないから、そっちでやったんでしょ。一緒に やろうぜ、遊ぼうぜって、まあ。まあそうだろうな。うん。で、それでコンペ行ったのが、俺が、マジごめんなさい。まあそうだな。うん。コンペ行っちゃったもんね。そう。確かに視聴者が言う通り、うん。アンレとスイフトとか言ってればまだあれだったけど。そんで、あれだよな。じゃあ全部俺がおめえの行動当てていいじゃん。うん。で、ちょっとランク上がってラッキーと思って、おめえあれだよな。偽りの、あのなんだっけ、デスマで隠したんだよな。隠蔽したんだよな。じゃあそれ、よっちゃん全部本当のこと言ってくれ。おめえは隠蔽したんだよ、それ。本当のこと言ってくれ、頼め。今だけ本当のこと言ってくれ。信用できなくなっちゃう。じゃ、ジュン。聞いてよっちゃん。うん。そうだとしたら、言っとくけど、キャリアの中の一番下のところも、普通にコンペで行ったやつとか、一個だけ残してたの。うん。全部隠すで、普通。それやるなら。あ、まあそうだな、確かに。うん。一個だけ残すなんて、ただのバカじゃん。で、よっちゃんバカじゃん。おめえ隠したんだろ、おい。
俺は分かる。おめえと30年の付き合いだから分かるぞ。おめえは、俺もうほんとテリトニーを分かる。そう、ほんとに、ブースティングしてやろうっていう気持ちじゃなくて、一緒にやろうぜってなって、サブアカじゃやろうよってってやったじゃん。で、よっちゃんは心の中でどっか、あ、でも配信でバレたらやべえなっていうのがあって、おめえはデスマで隠蔽したんだよ。そうだよ。おめえ30年の付き合いだぞ。お前家族と同じぐらいだぞ。ほんとおめえ分かってんだよ。おめえのこと全部だからこそ俺はおめえをかばえるところが一個ある。おめえは本当にランクをただ上げるためだけに一緒にやったわけじゃないんだよ。本当にやりたかったんだよ。でも上がってラッキーと思ったんだよ。で、そこつつかれたらやべえから、おめえはデスまで隠したんだよ。正解でーす。そうだよね。分かった。よし。だから、つもあれだわ。そう。おめえなんでおめえ俺の心全部分かる。しかもおめえその時のおめえの顔も分かるもん、俺。悪い顔して、デスまで。隠してた顔がわかるもん。で、いいじゃん。それで悪いことやっちゃったんだったら一回、ちょ、謹慎して、で、また戻ってくればいいじゃん。そうやな。うん。ちょっと謹慎しますわ。わかった。ちょっと班長にも謝っとく。謝っといてくれ。うん。ちょっと辞退しますわ。うん。まあでも、やっぱさ、これマジ、これ今まではちょっと冗談めいてたけど、マジなあれ話するとさ、チートじゃなくてよかったっていうのはもちろんあるんだけど、やっぱさ、俺たちみてえなさ、弱い奴らのところにさ、一人強い奴が来てさ、ボコられるとさ、つまんねえじゃん。まあ、そうだな。そうだな。俺たちやっぱ配慮していこう。それを。なくしていこう。でもよ、ジュン、最後よ、一緒にやりたかったのだけは、おめえの言う通り信じて。そう、じゃあ、それは俺分かってるよ。友達と。そう、分かってる。それ分かってるよ。分かってる。それはマジで分かってる。そう、分かってる。それはマジで分かってる。それはマジだよ。お前それガチだよ。でも隠蔽したのもガチだよ。お前こ、俺分かるもん、お前のこと30年付き合いだから。確かに。うん。じゃあちょっと、あとは視聴者になんかお前から言っといてくれ。あとちなみにランクはいくつなの、その人の。最後のマジで教えてくれ。そいつの。当ててやろうか。うん。プラ、ダイヤだな。ダイヤから汗まで。お前死ねえよ、マジで。死ねえ、ブースティングやろ。マジで本当に、これ全部わかるの。もうだって30年の付き合いなんだもん。よっちゃんで本当にランクを上げようとして最初やってないんだよ。だけど結果としてそうなっちゃって、なんか、後ろめたさがあって隠したの。隠蔽したの。よかった、俺タイムリーに気づいて。嘘ついたの謝った。いやいや、ごめんな、純ちゃん。いいよって言ったじゃん。あいつ最初ちょっとキレ気味だったのうざかったよ。もうそれでこいつ嘘ついてんだってすぐ分かったわ。マジで嘘ついてる時の。マジで嘘ついてる時の純ちゃんって分かりやすくて、もう絶対嘘ついてるわっつって。だから俺が釜掛けなんだよ。じゃあ分かった、俺おめえのことかばうからな。そしたら俺マジで、俺もバロランとできなくなるけど、つって、あいつ、なんか友人に危害が及ぶことをすごい申し訳なく思うから、それでようやく自分で喋ったんだもん。私ブロンズでレディのサブアカと利用したけど、30キル以上毎回してくれたよんでもな。よっちゃんエイペックスでもプレマスにプラチナまでブースティングされた。いや、それはさ、本アカのフルパだったらよくない？別にこれが、フルパの本アカだったら何にも問題ないんだよ。で、多分集まんなかったんだよ。周りが上手くなっていく中、自分は伸び悩んで、その結果ブースティングに手染め。なんか、こんなこと言ったらさ、バロー好きな人怒られちゃうけど、典型的な、この、ね、悪に染まっていく感じ。あいつダークエンペラーズだ。闇落ちたんだよ。あいつは。あいつもそっち側だよ。開き直ってバロンやめて、ロールしよっかなって言ってさ、俺が、あれさ、ライアットに掛け合って、普通に、俺繋がってるから、普通に、ロールもやらせない。マジで。普通に報告する。俺。蒲田に言う、まず。ヨッチが、いや、今から LINE の見せるね。ヨッチが、ブースティングしてるから、俺本当に報告するからね。ブースティングしてるから、報告してって。出るから、ライアットに報告して。
結構俺厳しいよ。とに、報告してください。本当に送るんで。はい。本当に送りました。ヨッチがブースティングしてるからライアットに報告してて本当に送りました。結構厳しいよ。俺。まあでもさ、過去にさ、反省をしたらさ、戻ってこれるっていう実績もあるからさ、ちょっと1、2ヶ月、バロから離れてもらって、39歳でブースティング史上最高年齢。そうだね。だからおそらくブースティング史上最高年齢を更新しただろうね。おそらくだけど。繁盛に言っとかなきゃ、よっちゃんがブースティングしてたけど、クソ笑うと思うよ、繁盛。え？よっちゃん、陰でブースティングしてたんですかって。でもこれもしょうがないよね。よっちが、ブースティングして、明日辞退したから、代理が必要です。繁盛が何日もかけて明日のカスタムのチーム構成考えてたのにかわいそう。しょうがないじゃん、ブースティングしちゃったんだから。ブースティングしちゃったんだよ。影で。しかもそれを隠蔽して逆切れしたんだよ。文字だけで見てよ。ブースティングするじゃん、配信外で。プラチナとかダイヤとか、アセンダントのやつを連れてきて、サブアカで。ブースティングしました。スマーフしてブースティングしました。ほんでそれをデスマで隠蔽しました。で、逆切れしました。まさかよっちゃんが、あいつブースティングしてたのかよ。あいつやってたんだな。おい、よっちゃん見てんだろ。おめえやってたんだな。おい、てめえ。お前お前あれだろ、なんか悪徳政治家叩くんじゃねえぞ。おめえもそっち側の人間なんだからや。おい、石村さ、配信じゃ言えねえことやってんだって、てめえもやってんじゃねえかよ、おい。隠しやがって、隠蔽しやがって。キンキンでやりやがってよ。小賢しい隠蔽隠蔽の仕方もバカでいいわ。やっぱでも可愛いわ。原始的な隠蔽しやがったよ。砂かぶしてなんとかごまかすみたいな。よっちゃんも、あれなんだよ。あ、ごめん。確かにそうだ。俺配信者になってさ、まだ間もないからさ、そういう意識が少なかったけど友達とやりたかっただけなんだよね。ごめんね。っていうか配信でやってれば別に、そんな燃えたりしねえんだよ。で、配信外でやって隠蔽してたらもう悪の意識あるからね。ブースティングしちゃったって言ってた。ねえ。ブースティングしちゃったって言ってた。バカ！俺ブースティングしちゃったって。バカはてめえだろ！で、俺にバカって言ってくるんだよ。